はい、カスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、皆様にお話しさせていただく内容は野菜ジュースについてですね。はい、野菜ジュースが健康に良いという嘘についてお話しさせていただければと思います。はい、この話をするとですね、また食品会社、某食品会社からですね、私もですね、潰されるんではないかっていうですね、恐怖があるんですけども、まあ、皆様にですね、健康についてのですね、まあ、真実ですね、本当のことを知っていただくためにですね、私も今日一生懸命説明させていただければと思いますので、最後までぜひご覧になっていただければと思います。はい、まあ、野菜ジュースですね、皆さん健康のためにですね、取られている方、多いと思います。はい、でもですね、実際はそれ、野菜ジュースっていうのは、健康に悪いんですね。良くないというよりも健康に悪いですね。それをですね、しっかり理解していただくために分かりやすく説明させていただきます。はい、そもそもですね、じゃあ野菜ジュースっていうの、一般的な野菜ジュースっていうのは、まあ、1日このちっちゃいパックでですね、ちっちゃいパックでこれで1日分の野菜が取れますよと。1日必要な 350g のはい、350g の野菜がこの1パックで取れますよっていうふうに歌っているわけですよね。じゃあ野菜ジュースっていうのはそもそもどう作られているかっていうところをですね、皆さんに知っていただきたいです。はい、野菜ジュースっていうのはですね、まあ野菜ありますよね。野菜の原料なんですけども、それはやっぱりメーカーのですね、バイヤーさんですよね。バイヤーさんが、まあ、海外に行きますよね。海外に行って、まあ、安い野菜ですよね。できるだけコストをやっぱり抑えなくてはいけないので、安い野菜を探してくるんですね。まあ、中国だったりとか、アジア圏だったりとか、あとはヨーロッパだったりとかですね、そういったところからまず野菜を探してくるわけです。で、それをですね、350g 分入れるんですけども、海外から輸送してこないといけませんよね。そこでですね、それを熱処理するんですね。熱処理。熱処理して、まず小さくするわけです。ギュッと小さくします。で、それを冷凍します。冷凍、はい、ちょっととうの字が自信ないのでひらがなで書かせていただきました。はい、熱処理して冷凍してギュッと固めるわけです。で、それを日本に持ってきてですね、解凍してパッケージして売るわけですね。はい、そこから解凍して、また等の字が出ますね。で、パックして売るわけです。はい、まあ、こんな感じで野菜ジュースっていうのは作られているんですけども、じゃあここで何が問題かっていうと、まずですね、ここの熱処理の部分でですね、まずですね、野菜っていうのは生の状態じゃないと取れない成分がたくさんあるんですね。例えばですね、まあ、ビタミン類だったりとかですね、そういったビタミン C だったりとか、水溶性のビタミンですよね。大切なこう栄養素っていうのがそこで失われてしまうんですね。かつですね、酵素っていうのはですね、消化を助けたりとか、体のですね、悪いものをこう出すためにですね、活躍するためのとても必要なこう栄養成分なんですけども、とても重要な栄養成分なので、そういったものも、まあ、死活してしまう、死んでしまうっていうところになりますよね。なので、その時点でそういったものがなくなってしまう。はい、そこでじゃあ冷凍して解凍してパッケージ化してっていう風になるわけですよね。じゃあですね、パックするときにですね、パックして皆さん飲みますよね。飲んだときに野菜ジュースって結構こうシャバシャバというかサラサラしてますよね。本当にジュースですよね。じゃあそれを何されているかっていうと、食物繊維を取られてるんですね。食物繊維の字は漢字で書きましょう。食物繊維を取っ払っちゃってるわけです。はい、取っちゃってるわけですね。ということは、野菜の中に含まれる重要な食物繊維っていうものですよね。
今3大栄養素、タンパク質、脂質、炭水化物、かつそこにビタミン、ミネラル、そして食物繊維っていうところでですね、3大栄養素、5大栄養素、6大栄養素っていうふうにどん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 言われていますよね。7大栄養素っていうのがファイトケミカルだったりとかですね、食物繊維っていうのはとってもとっても重要な栄養成分なわけです。まあ、腸の中の腸内細菌の餌になったりとか、便の体積を増やすことによって便通を良くしたりとかですね、余計なものをこう余計な油分だったりとか糖質も外に出してくれるっていうふうにも言われていますよね。というか食物繊維とっても大事なものじゃないですか。そういったものも取っ払っちゃうんですね、口当たりを良くするために。はい、といったところで熱処理してビタミン類とか酵素を殺して、かつですね食物繊維も取っ払っていくっていうところでですね、野菜ジュースって本当に体にいいものなんですかっていうところなんですよ。はい、確かにそんなに高くないですよね。高いか安いかはその人の価値観ですけども、まあ1パックで100何十円でですね、1日分の野菜取れるのはすごくいいと思うんですよ。でも実際取れてるんですかっていうところなんですね。残っているのは糖分だけです。はい、糖分だけ。それにプラスおまけとしてですね、やっぱりこういったパッケージ化されているものっていうのは腐らないようにですね、保存料だったりとか防腐剤っていうのがどうしても入ってしまいます。かつですね、こういったものっていうのは熱を入れて香りとかも飛んでいくわけですよね。はい、味ももちろん変わっていくわけですよね。そうすることによってですね、香料だったりとかですね、そういう色素だったりとかですね、まあ、添加物でですね、味付けをするわけですね。ひどいものは食塩が入ってたりします。そういったもので味付けをしてるわけですよ。今香料っていうので何でも味とか香りが作られるっていう、作ることができるって言われています。なので味なんてもう好きなようにできるんですね。はい、なので残ったものは糖分とプラス余計な添加物だったりとか体に悪いものが野菜ジュースに残されているっていうものなんですね。プラス添加されている、入っちゃっているってことなんですね。ということはそのお金、無駄なお金を出してですね、健康になろうとしているんですけども、実際は不健康になっているっていう結果になってしまいます。それでしたら私の提案と しましてはですね、その野菜ジュースを買うお金があるんだったら自分家で野菜を普通に食べるなりですね、まあ、自分家で野菜ジュース作ってもいいと思います。食物繊維が抜かないような野菜ジュースの方がいいですよね。ジューサーで食物繊維をこう抜いてさらっと飲むよりも、まあ、ミキサーでちょっとドロドロするかもしれないですけど食物繊維も一緒に取っていただく、それか普通に生野菜として食べるのがよく噛むことになりますからね、生野菜のサラダとして取る方がいいんじゃないですかっていうところですね。あとはフルーツ普通に食べてもいいじゃないですか。野菜ジュースを買うお金があるんだったらそういったところに使った方がいいんじゃないですかっていうのがいつも私がですね、クライアントにお話しすることです。はい、といったところでですね、今日のお話の内容というのは野菜ジュースっていうのは健康に良いっていうのは、まあ、嘘ですよというお話です。その理由としては熱処理をしてビタミン類だったり酵素がなくなってしまうし、食物繊維も取ってしまう、かつパッケージ化することによって添加物だったりとかですね、保存料っていうところがどうしても入れてしまう、で味も弱いですから香料だったりとか、まあ、塩分だったりとか余計なものを入れてもう体に悪い飲み物になってしまっているっていうのが現状ですよという話をさせていただきました。はい、もしですね、もっとこう詳しく聞きたいとかですね、質問があるということでしたら下にホームページのリンクを貼っておきますので、ぜひご質問ください。はい、またですね、これからも健康に関する情報を日々配信していきますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。